はい、どうもスマイキーのパウエルとリンデマンです。お願いします。お願いします。いや待って、2人して黒いなよくないよこれ。黒黒狙ってたんか黒黒やん、よくないよ。今日ですね、はい、再び今日もリンデマン×斉藤さんではいやっていきましょう。で、前回もやりましたけど、僕が用意したフレーズをリンデマンが斉藤さんのアプリで電話してる人に言わせたら OK と、うん、いう。え、次はさ、俺やったからパウエルやったらいいじゃん。なんでなんなんでなん、俺のファンだけじゃなくてパウエルのファンもおるわけやからさ、うん、俺ばっかりずっと見るのも、うん、なんかちょっとちゃうやんか。あ、じゃあ、うん、交代制でやろう。交代制やる。一回ちゃんと会話できたら次俺にパスしてもらって、あ、それでやったらやろ。ちゃんと会話できたらプルルン出てすぐプルルンはなし。あ、オッケー。ちゃんとあ、はいはい言って会話して、うん、トライできたらっていう感じで。あ、オッケー、交代交代でな。はい、では今日のフレーズですね、うん、4つ用意してます。はい、1つ目、なんで英語いけそうね。2つ目、軽トラでもいいですよね。うん、いい3つ目、元気出してください。4つ目、声不当はい、前回ね結構難しかったと思うのよ。いや、今回もなかなかやで。え、でもなんで英語とかはいけんちゃうの。ああ、なんで英語はいけるかも。そう、なんか相手からのクエスチョンに英語で反応して、うん、なんで英語出、うん、そう、うん、あとは2つ目の軽トラでもいいですよねは、あの、これもあのこんにゃく男女が漫才で流行らそうとしたフレーズやね。あ、そうなんそんなん流行らしてどうすんねん。軽トラでもいいですよねって言うてた頃はこんにゃく男女校長やって。あ、そうそう、あ、そうなんや。はい、で3つ目、元気出してください。あ、ちょっとね向こうから励ましたくなるようなことを言うて、うん、そうやね、導いていきましょう。はい、声不当、これね、やっぱ声よ声不当って言わせる声をいかに出させるかが重要でございます。はい、つながるかな。だろうな。もしもし、もしもし、こんにちは。今26歳です。何歳ですか。俺27。今年 7? 今年というか、この3月までにもう7になっとるってな。あ、マジですか。僕も5月で27になるんすよ。あ、じゃあ俺の方1個上や。あ、1個上ですか。あ、そうなんすか。うん、鈴木誠也かな。あ、いいっすね。ない。あ、こいつ通じ品になってるな。鈴木誠也ってあれ？野球選手？野球選手。やんな。なんか聞いたことあるわ。え？あの人まだ27なんか。28じゃん。もしもし。もしもし。こんにちは。男書いてなったやろな。うん。間違いない。なんか向こうテレビつけてたんかな。ああ、やろな。もしもし。ちょっと聞いてくれる？うん。あ、さ、今あのダース・ベイダーさんと電話してたやん。うん。で、あのフレーズまだやってくれたやん。おう。でもな、保存できてへんです。マジで？あの、多分、おう。iPhone の、まあこれ iPhone で撮ってんねんけど、うん。ストレージがパンパンやって。おう。あの、途中でカメラオフなってた。マジか。なった。そう、強制的に。チャンネル登録お願いしますねまで言うたのに、うん、保存できてて使えないと。あ、はい、誠にダースベイダーさん申し訳ございませんでした。ございませんでした。
では引き続きお願いします、はい、こんにちはもしもし誰ですか誰ですかいやです。なんて言うんですか？いやです。ん？いやです。いや。いやね。いやです。歌ってください、なんか。パプリカ花が咲いたら。うまい？うまいですね。ありがとう。ありがとう。天才ですね。天才やろ。今さ、ちょっと聞いて。今さ、俺 YouTube やっててさ、よかったらさ、調べて登録してほしいな。YouTuber ですよ。スマイキーって言います。スマイキーです。はい、ありがとう。なんてすごいな、子供やで。いや、相手の情報なんも分からへん。こっちだけスマイキー言うて。相手の情報なんも分からへんや。子供、いくつなんか分からへんし、男か女かさえ分からへん、まあ。男の子の可能性もあれ、声変わりする前の。うん。マジで謎いな。小6ぐらいやったけどな、多分。あ、設定が？いや、ちゃう。あ、声が？声が。どうなんやろな。でも、声変わりしてない男の子の可能性もあるやん。だって俺は多分中学校入ったぐらいで声変わりしてたやん。分からんけど、覚えてないけど。いや、おもろかったな。トラにおもろかったよ。子供もやってんねんな。いや、久々やんか、緊張すんな。うん。フリーズとかどうでもよくなりそう。こんにちは。